こっちよ、ついてきて。どういうこと？浴室が急に。これは焼け焦げた残骸？かすかに火が残っているな。この様子だとまだ犯人は遠くには行っていないだろう。しばらくは歩くペースを落とした方が良さそうね。このモンスターは熱兵器か何かで死んだみたい。このモンスターは高熱反応で死んだみたい。おかしい。この痕跡は少し前に残されたもので、誰かがここから立ち去ったばかりであることを示唆している。これはさっきのことと何か関係があるのか？その手がかりだけでは私でも推測するのは難しいわ。あなたの直感は何と言っている？以前記憶は嘘をつかないと言っていただろう。これらの残骸の記憶から判断すると、その人物は大柄で平均的な成人男性よりはるかに頑丈、行動に迷いがなく、すべて一撃で命を奪っている。傭兵か、あるいは殺し屋かもしれないわね。彼はロビー側のドアから入ってきて、ホテルのさらに奥へと向かった。だとすれば、これまでに起こったことの全てを見ているはずだけど。前言撤回。できるだけ早く蛍さんの姿が焼き付けられた記憶域に行きましょう。このターゲットの仕事ぶりを考えると、彼の目的地もそこだったとしたら、もう現場には何の手がかりも残っていないかもしれないわ。二人ともこっちよ。できるだけ安全な近道を作るわ。見て、ロビーを離れると構造が乱れる。その廊下を通り抜けて、ミームを驚かせないよう気をつけてちょうだい。これはまさに目を奪われる輝きだな。この部屋なのか？ええ、正確にはここの真下。文字通りの意味よ。ここの真下。二人はメモキーパーのように物理的な構造物を通り抜けることはできないけれど、この部屋の下の階に
安全にたどり着けるいい方法があるわ。簡単よ。この大きなシャンデリアが見える？これから私たちは常識に合った物音を作るの。前に教えたことを覚えてる？屋室の流れを感じて、壁を歩いて、そしてそれに近づく。ようこそ凡人のステージへ。ほら、一人ぼっちのチェーンがいるでしょ。それに挨拶をしてみて。ほら、常識にも合っているし、簡単でしょ。ここから飛び降りるのか。大丈夫。私が少し操作して、夢の泡を積み上げて、あなたたちを快適に軟着陸させてあげるわ。さあ、準備して。本当に無事に着地できた。なんというか、本当に不思議だな。メモキーパーがいないときは真似しないようにね。それじゃあ、噂を聞きつけてやってきた好奇心旺盛な子たちにお家に帰ってもらいましょうか。マイナスだ。存在と知識は尺と真理を探り誤謬を混乱する。ふっ、出て。不利などない。そうよ、一体
これで邪魔者は消えたわね。さあ、ちょっとしたマジックを披露してあげる。準備はいい？びっくりしないように気をつけて。これはホタルか。ええ、この部屋に残された彼女に関する記憶よ。地面のわずかな振動、スクリーンを横切る反射光、屋室の流れ、それを集めて断片的に再現したの。前後関係については少し整理する必要があるけれど、さあ急いでちょうだい。この規模の記憶の再現は私の消耗も激しいから。あの時彼女が出会ったあれは、私が間違っていなければきっと時計屋と関係がある。彼女、あなたの名前を挙げたな。影でもそう呼んでいるなら、あなたたちの関係は本当に悪くなかったみたいね。ともかく彼女は自分の発見を誰かと共有していて、しかもそれは時計屋と関係がある。だが彼女はまだ自分が被害者になることを知らない。彼女は影でもそう言う。ともかく、だが彼女は、行こう。行こう？彼女のそばに誰かいるの？そんなに緊張させたのかしら。どうして？これじゃ約束と違う。状況が変わり始めたな。例の同行者は当初の計画から逸脱しているようだ。もしくは結果から判断すると、それがその人物の本当の計画だったのかもしれないわ。メカ、どうして？彼女は誰かに迫られてこちらに近づいた。そして、興味深い言葉ね。確かパウンド家が追っている犯罪者の中に、銀色の鎧を着た大柄な男性がいたはずだわ。ドアが開かない。ここは行き止まり。これまでの言葉から推測すると、蛍の同行者は途中で彼女を裏切り、この部屋に閉じ込め、そして自分も行方不明になったということか。だがなぜだ？彼女はこの取引は時計屋に関係があると言っていたわ。時計屋に接触するということは多くの人にとってのタブーみたいね。遺産を横取りしたかったのか、事情を知る人間を一人でも減らしたかったのか、あるいはこの記憶域にはもっと深い秘密が隠されていて、大きな魚を釣り上げるために餌が必要だったのかもしれない。
ホタルか。これはあくまで最悪の仮定に過ぎないわ。でも考えてもみて、この件の犯人が近くにいたとしたら、なぜ彼は私たちの調査を放置しているのかしら。彼にはもっと気になること、または確認が必要なことがある。横の廊下から出る以外、彼女に道はないわ。これまでの言葉からす、彼女遺産をよ、ホタル、彼にはも、こんなところに道があるなんて。変幻自在の通路は記憶域ミームを指し示している。彼女は完全に記憶域に迷い込んでしまった。残念だけれど、この道は最終的に死の巣窟へつながっている。彼女は窮地を脱したと思った。でも そしてこれが結末。二人ともあそこ。誰かが待っていたようね。いよいよ表舞台に出るつもりなのかしら。性格判断。気をつけろ。巡回レンジャーにメモキーパー。このまま去れば誰も傷つきません。でなきゃ全員死にます。探偵ごっこは終わりです。あなたたちはここにいるべきではありません。やっかいそう。アクションは実行。離れなさい。僕が質問する。アイナスター。生命本質は同じ。消化脅威。私を楽しませてくれる。私は大会に火をつける。答えてみろ。出て。バトル体験を変え、2倍速ってこんなもん。世の万物に保人をなす。はっ、命の歯にいずれ風に吹き落とされる。現実に戻ったら全ての人に伝えてください。あなたたちの旅を終わらせたのは性格ハンターだと。ターン6ロック処刑。傲慢に過ぎないわ。ガツンと来るやつで行こう。マイナスだ。存在と知識は尺と真理を探り誤謬を混雑する。優美な身構えです。出て。そうよ、一体。ガツンと来るやつで行こう。マイナスだ。答えてみろ。出て。
ぶり。こうなった以上、この舞台を譲ってあげましょう。素晴らしいショーを見せてもらったよ。お疲れ様、メモキーパー。なかなかいいおびき寄せ作戦だったね。レンジャーとハンターが一緒にいるのを見たときはさすがの僕も心臓が縮んだけど、まさか君が彼らを戦わせることに成功するとは思わなかったよ。約束通り、この子をあなたの前に連れてきたわ。これで取引完了よ。我らが七死人の友人はまだ状況が把握できていないらしい。でも大丈夫、ちゃんと説明してあげるから。簡単にまとめると、君はこのお姉さんに感謝した方がいい。彼女は君を騙そうとしたわけじゃなく、むしろ君のことを救ったんだ。その巡回レンジャーの手からね。いいね、そういう驚いた表情、僕大好きなんだよね。ぶっちゃけて言うけど、このヨミって女は君が思ってるほど単純じゃない。自分は巡回レンジャーだって言ってたみたいだけど、彼女は司令の一人、死と終局をもたらすものだ。あの場？あの場って、ああまさか、ああ神よ、これは面白くなってきたぞ。カンパニーの資料をあげよう。君は名家対抗トフェとのアフリートを知ってるかい？へえ、さすがだね。それなら話は早い。冥火大鼓はトフェトから来たエンマで、元素生命体の一種だ。そしてその羊はある天才と少々関係があると言われている。仲間と栄華艦艇を結成した彼はナヌークを主とみなしているんだけど、実際にはその大鼓の指導を受けて四方を焼き略奪を行い、壊滅の意思を実践してる。他のアナイアレイトギャングすら彼らが見逃すことはない。ファミリーのおつむに何か問題があったのか、誰かが手を加えたのかはわからないけど、なぜかそいつらにも招待状が届いてしまったんだ。もちろん栄華艦艇は断ることなく押し寄せてきた。宴の星を火の海にすると誓ってね。でも心配する必要はないよ、彼らは約束の場所には来ないから。なぜだかわかるかい？それはね、アフリートが死んだからさ。彼らは約束の場所に向かう途中で全滅した。犯人は神業とも言うべき手口でアフリートを惨殺。アナイアレイトギャングが受け取った招待状を奪ったんだ。栄華艦艇も崩壊してバラバラになった。その後ピノコニーに到着した謎の巡回レンジャーはオルゴールを頼りにホテルにチェックインしたというわけさ。まだ話を続ける必要はあるかい、マイフレンド？巡回レンジャーは神出鬼没でお互いの交流も乏しい。
隠れ蓑としては最高だ。彼女が口を割らない限り証拠はゼロだ。カンパニーなら追跡調査する方法もあるけど時間がかかる。だから君が選んでくれ。今すぐ振り返ることなくここを離れて真実に近づくチャンスを永遠に放棄するか、あるいは僕の誘いを受け入れピノコニーをひっくり返せるほどの真実を知るか。僕には君の助けが必要だから返事は待つけど、あまり長くは待てない。準備ができたらついてきてくれ。僕に協力するかどうかについてはその真実を見てから決めても遅くはないと思うけどね。黄泉がアイオーンの指令、アベンチュリンの話は本当に信用できるの？でも彼は選択の余地を与えてくれた。もう一度ブラックスワンと話をした方がいいかもしれない。まあ傷ついた小動物のような顔をしているわね。それでも私と話をしてくれるの？私としてはまだあなたの心理療法士になりたいと思っているけれど。蛍さんのことは私たちが推測したように性格ハンターと深い関わりがあると思う。でもあなたも聞いたでしょ、アベンチュリンさんはあのレンジャーを告発した。なぜアベンチュリンさんがそうした判断を下したのかはわからないけど、彼にはカンパニーの情報網があるから、その見方も検討する価値がある。そして私もヨミさんは何か隠していると考えてる。いえ、何かではなく全てを隠しているというべきね。これは以前の出会いから私が得た思いがけない収穫よ。そしてアナイアレイトギャングについては私もアベンチュリンさんの言うことが確かだと証明することができる。だからこそこの金色の宴で彼女は私が一番注目しているダンサーなの。私の意見はあなたの予想を裏切るかもしれないけれど、私から見ればアベンチュリンさんは信用できる人間よ。なぜなら彼は他ならぬ優秀な商人だから。この広大な宇宙で商人ほど誠実さと契約を重視する人種はいないわ。でも彼らと契約を結ぶときは気をつけて。契約の外では彼らはあなたの権利なんて考えない。自分の利益を最大化するためなら何でもする人たちだから。私が取引をしてあなたを彼のところに連れてきたことは認めるわ。でもここが安全な場所であることも事実でしょ。彼はあなたを必要としている。それはピノコニーを取り戻すために必要な一手なの。そして彼の能力は私が唯一無二の記憶を手に入れるのにも役立つ。そう思ったから協力を承諾したのよ。ピノコニーでは誰もが嘘をつく可能性がある。もちろん私も含めてね。この点については反論しようとも許してもらおうとも思わない。でも覚えてる？私の言ったあなたたちの潜在能力を信じていると
という言葉には少しの嘘偽りもないわ。ガーデンは星宮列車が銀河を開拓する未来を目撃することを望んでいるし、私はその記憶の一つ一つを大切にしたい。だから私があなたたちを傷つける理由はない。むしろ手を貸し続けるわ。もちろんあなたたちがそれを望むなら。だけれど、ええ、もちろん。でも今はその時じゃないわ。あなたが混乱しているのも悲しんでいるのもわかる。あの女の子が誰であれ、一人の生きた人間の終わるべきではない記憶があんな風に消され、水に溶ける泡のように散ってしまったんだから。それでもアベンチュリンさんを信じてほしい。あるいはもっと私を信じて。そして彼の言った真実を見てほしい。それが私たちをピノコニーの背後にあるより深い秘密に導いてくれる。あなたのことは私が守るわ。彼からもっと情報を引き出してから仲間のもとに送り返してあげても遅くはないでしょ。真実のために、そしてこれ以上の無駄な犠牲を防ぐためにも、これが最善の選択なの。それじゃあ、私はいざという時に備えてミームの形であなたのそばにいるわね。出発しましょう。アベンチュリンに会いに行くか、それとも断るか、どうしようかな。いいね、君ならきっと来ると思ってたんだ。そうだ、あのメモキーパーは、まあいっか、多くは聞かないでおこう。何しろ僕が言ったんだから、仲間と相談しようが逆に僕を利用しようが構わないって。なんだって大歓迎さ。それも君たちの価値を僕に証明することにつながるからね。僕は損する取引はしない主義なんだ。フレンド諸君、僕をがっかりさせないでくれよ。さあこっちだ。ああそうそう、あの後何か言ったような気がするんだけど、何だったっけ。鳴り響く。ああ、見覚えのある廊下に見覚えのある部屋、覚えてるかい。僕たちが最後に会ったのはこの場所だった。さあ着いたよ。このドアの向こうだ。息を殺して目を凝らして待とう。なあ、やっと思い出した。あの後僕たちは楽しいゲームをしたんだった。ほら、今ちょうどあの時と同じ時間。そうだろう、完全に思い出した。あの時僕は君にこう言ったんだ。ほら、ゲームはもう始まっている。さあ僕と取引をしよう。君は断れない。断る理由がない、断る余地もない。
様。ただいま。お帰りなさい。公演の準備はどうですか？いい感じよ。安心して。いい感じ？ああ、いけません。あなたはファミリーの誇り。その余計な感情があなたの完璧な音律に影響を与えないようにしなければ。わかったわ。兄様、なんだか落ち込んでいるように見えるけれど、何かあったの？もしかしてあの時計屋から招待されたゲストのこと？ええ、先ほど報告を受けました。死が彼らの一部を連れ去ったと。もしかすると誰かに指示されたのかもしれません。ああ、すみません。あなたが帰ってきたばかりだということを忘れていました。この件については知りません。いつからかピノコニーに死という名の悪夢が現れ、人々を無差別に襲い、全ての人に精神的な死をもたらすようになったのです。ファミリーが作り上げた夢の中ではどんな不幸もあってはなりません。ですがそれは無教の秩序と平和をひどく破壊した。なんと憎らしいことでしょう。そんなことが起こってたなんて。じゃあまた誰かが被害に遭ったの？ええ、合わせて二人。一人は密航者、もう一人はあなたです。もういいでしょう、愚者。あなたの行いは私を失望させました。へえ、鋭いね、テバオちゃん。調和の歌に間違いはない。愚者の言葉は最初は愚昧にして最後は横島なる凶暴となる。帰りなさい。その無教はあなたを歓迎しません。おりょうりょう、そんな仏頂面しないで。堅苦しい経典なんか引用しちゃって、なんでそんなに真面目なのかな。花火はただ聞きたいだけ。こんなになってもまだファミリーは手を出さないでいるつもりなの？君の哀れな妹だって犠牲になったのに。もしかして彼女の仇を討つつもりがないとか？まだその時ではありません。運命の日が来たら私は必ず公正に審判を下しましょう。すっごい、よく我慢できるね。本当に冷血なやつ。もしかしたら花火たちって話が合うかも。それじゃあさ、花火が君の妹の代わりにいろんな場所に顔を出してあげようか。君も人に知られたくないよね。もう調和セレモニーが開催できないってこと？ファミリーには目算がある。その狡猾な舌で二度と私の愛する妹を汚すな、愚者。はいはい、花火はただ必要ならいつでも手伝ってあげるって言いたかっただけ。手羽先にピアスをつけてる男の子なんて誰が無視できると思う？結構。その光の下で犯人はすでに馬脚を現しました。そう遠くない未来、彼は己の策略によって身を滅ぼすでしょう。彼が悔い改めない限り、その剣は研ぎ澄まされ、弓には鶴が張られる。さすれば悪人が振りまいた害毒は己の頭上に降り注ぐ。その瞬間、神を敬わない異邦人は自分が凡人に過ぎないことを知り地獄へ落ちる。そして私はその先兵となり、あなたに吉報を届けましょう。
時計屋よ。